広島港。広島港は、旧宇治名港を中心とする広島県広島市及び、周辺に位置する港湾。港湾管理者は、広島県。港湾法上の国際拠点港湾に指定されており、海運、物流、貿易の重要拠点である。また、高速法上の特定港に指定されている。広島湾の観音崎、峠島南端及び、 二の島南東端を順次結んだ線、道東地獄花、大角馬島南端及び、大角馬島南端と沖山の花を結んだ、線上、道南端から四千九百五十メートルの地点から三百十八度に、引いた線及び陸岸にり、囲まれた、海面、並びに、大高川水系の沿江川黄金橋、京橋川三行橋、元安川南大橋、旧大田川、本川船入橋、 天馬川昭和大橋より、下流域河川水面。ただし、漁港漁場整備法、昭和25年法律第137号により、指定された草津漁港及び五日市漁港の区域を除く。この地は、大田川の下流域にあたり、広島三角州が形成される前である。古来においては、東和その海で小さな島や中洲が点在していた。現在の広島市西部にあたる、 西区、草津や古港付近は古来は入り江で天然の港として用いられており、例えば神宮皇后による三観征伐の際にはそこを、軍通ら林、戦通らは、軍船の拠点として用いたという伝承が残っている。県東市や県白木市、日葬貿易と瀬戸内海は中央と西の大陸を結ぶ交通路となったものの、現在の広島港内にあたる区域には、 塩町の港が整備れることはなかった。広島三角州が形成される前は、現在の浅南区議温や、東区、牛田、大田川放水路川口から川沿い約9から 10km 付近が、大田川河口であり、港湾施設はなく、例えば平安時代、菅原道真が大宰府に左遷される途中に、小長山、玄梁山で、広島駅北側に休憩に訪れた際、 船で近くまで寄せている。初めて人口での港が形成されたのは、平安時代末期、五島神社荘園の倉敷地が当時オ田川河口であるスケトウ群草原橋、原浅南区議オにできた時である。この草原橋の港の存在は、河王三年、1171年、五木島車両未部城立検問、新出五島文書で確認できることからそれより、前に、 港ができていたと考えられており、当時は大高和周運と内海航路の拠点であったと推定されている。平安時代末期の秋守としてこの地を治めた人物の一人に平の清盛がおり、五福島神社は清盛の手により造営されたが、この草原京の港も清盛が整備したかどうかは不明。鎌倉時代以降、佐藤軍は 秋四五色の秋武田氏により支配され、水軍が創設され、武田水軍その拠点として、広島湾内に港が整備された。なおこの水軍は、戦国時代武田氏滅亡後は、毛利水軍に編入される。またこの時代に、中国産地での多たら製鉄に伴う、大量の土砂流出により、三角州が形成され、河口は沖合に伸びていった。 この鎌倉から安土桃山時代にかけて、広島湾周辺に、いくつか商業地と港が形成されている。例えば、原秋郡海田町、成本付近には、二日、市、が、原初海地市には、助西の裏と呼ばれた港があり、この二つは大安四年、今川良春が、九州丹大に下校した際に書いた、気候文、道行きぶりに登場する。安土桃山時代、 広島城が築城されると城下町として整備され、江戸時代に入ると川口部に水陸交通の拠点ができていく。過去町や船入りは当時あった水分拠点の一地区であり地名はその由来である。また当時島であった江場には江場港が外港として栄え、江戸時代末期には広島藩により貿易港として整備される計画も、 上がったものの半石砲還により頓挫している。明治以降、広島は都市として栄えていった。ただ、大高和河口は大石土砂による遠浅のため大きな船舶の通行ができないことから、近代的な貿易港整備の必要性に迫られ、行政に対し地元より要望が出されるようになった。さらに、当時、廃藩地県以降の旧広島藩市に対する、氏族受産 氏族への生活救済政策として大規模な政策が考えられていた最中であった。1880年、明治13年、千田貞明が広島県令、知事に就任すると、その要望に個体整備に向け動き出す。1881年、明治14年から1884年、明治17年にかけて基本計画を 内務省の親とい外国人あるローウェンホルストムルデルギ氏が作成1884年9月選打を発起人として宇治なにて実行事業が着工した。当初予算は8万7千円。財源には地元からの寄付野球広島藩主、浅野町君が旧藩主に得ようとしたし族受産補助金が当てられた。新しい技術として塩止めには服ット調師が考案した 長七たたきが用いられている。1885年、明治18年、明治天皇山陽道巡行において、広島からの呉市への行行出発点として、当時工事中であった宇治河口が選ばれている。この宇治の蓄工事業は難工事であった。工事期間中、何度も災害に遭遇しその度に当初計画から、数度の設計変更することになり、工事費は、 最終的に約30万4500円までに跳ね上がった。仙田は資金区面のため奔走し二度の国庫補助金を得たものの、1889年、明治22年3月このことが原因となり国から、懲戒を課されさらに左遷されることになった。また住民による様々な騒動にも発展している、仙田の功を参照。1889年、 明治22年11月、着工から5年後に、宇治名執行事業竣工、翌翌1890年、明治23年竣工式が行われた。竣工当時は多大な費用をかけた工事であったことから、仙打に対して批判的であったが、1894年、明治27年に一新戦争時に、宇治名港は、軍用港として、平坦拠点の最前線となり、 後の日露戦争でも同様の状況であったことから、仙田は再評価されることになった。またこれに関連して、1894年に、旧国鉄宇治那線、広島駅宇治那間5 9トルが開通している。1922年、大正11年交友水面埋め立て法により、宇治那湖指定。この間校長被害に遭遇したり、1905年、 明治三十八年芸与地震の際には、梅て地という特性から、宇品地区は多大な被害を受けている。当時の賑わいは、文部省省下、港や、現在港周辺にある公園の記念碑などで、伺い知ることができる。なお、宇品港は終戦まで陸軍船舶司令部が置かれ、軍用港として用いられ、戦後は、引上げ援護局が置かれ、福音及び、引上げ者の受け入れ港となった。 第一次世界大戦以降、広島は商業地として発展を遂げ、さらなる港湾施設整備が要望された。1932年、昭和7年、広島港に改装。1933年、昭和8年、第二種重要港湾に指定。1933年、まず県営工事として、宇品の生誕川つまり現在の宇品西地区を、 商業校として集築が着工した。当初事業費は350万円。合わせて工業校として整備が進められた。当初の計画は1940年、昭和15年に、策定、後期は10年、宇治内政の川口部つまり、千田、吉島、江場、観音、甲後、草津の沖を八校区に分け、第一校区から第五校区、仙田から観音まで。 県営工事として、第6工区から第8工区、工後、草津を、市営工事として整備し、その合計約132万坪に企業を誘致し、一大工業地帯、軍事工場を整備す予定で進められた。また同時に、内務省により、大田川改修工事、大田川放水路が進められており、春節土砂を工業構造性に用いることも考えられた。そこへ、 第二次世界大戦による戦時対応のため後期を三連に短縮、第二航空吉島、第三第四航空エは現エバ南、エバ沖町、第五航空観音の合計十八万六千四百六十坪を整備する計画に変更された。1940年、昭和十五年六月、臨時広島県議会にて議決、総事業費一、九百七十万円。 財源は、埋め立て地の用地売却費と検済による。最大の問題点であった、漁業保障も、愛川活力知事の尽力により、同年9月には解消ている。1940年11月、着工。順調に進められたが、1941年、昭和16年12月太平洋、戦争勃発以降は資材及び、労力不足により工程は、ずれていった。 この間、第2航空は陸軍に接収され広島飛行場となり、第3航空は工事中止したものの、第4、第5航空には三菱重工業誘致が決定した。また1945年、昭和20年広島市への原子爆弾投下に遭遇、戦後は工事を続けることが一層困難となった。1947年、昭和22年3月、 工事途中のものも残して、商業、工業、港ともに打ち切り、竣行となった。1951年、昭和26年重要港湾に、指定、1953年、昭和28年広島県が、港湾管理者に認可され、1992年、平成4年国際拠点港湾、旧、特定重要港湾に指定される。 また、1970年、昭和45年港湾区域変更により、2日市工区が編入され材木港を整備、1978年、昭和53年開港した。以下、国や県が絡んだ主な整備事業を列挙する。これとは別に、1960年代までに、松田により、日本機の埋め立てが行われ、 松田うじ工場が完成し自動車輸出港として整備されている。2003年、平成15年には、広島港に新旅客ターミナル完成、広島電鉄宇じ線の軌道をターミナル前まで延伸し、バリアフリー化を図っている。国際コンテナターミナルを有し、広島港の外房コンテナ物流基地の役割を果たしている。 主に完成自動車や穀物等を取り扱っている。また、不定期の大型旅客船が年間20隻以上寄港している。書いたコンテナターミナルとして、主に自動車部品の輸出に利用されている。主に完成自動車と砂、砂利を取り扱っている。西日本有数の規模を誇る、木材専用工である。なお、大変増殖力が強く、 生態系等に悪影響を及ぼすアルゼンチンアリは、東高から侵入したものと考えられている。海上保安庁広島海上保安部が使用する、三橋、通称、六管三橋、広島市消防局の消防艇が使用する三橋、船溜りがある。元おじな地区には、グランドプリンスホテル広島があり、このプリンスホテル前のマリーナは、 広島海の駅として登録されている。港はシ広島の施設。また、宇品東台周辺から宇品内港地区にかけての森は、広島市内でも数少ない原生林の一つで、クスキの,の巨樹などがあり、瀬戸内海国立公園に指定されている。広島港の中でも自然が豊かな地区である。観音地区には大規模なプレジャーボート基地である。広島観音マリーナは、 広島、関、温海の駅として登録されている。大型アウトレットモールであるマリーナホップがあるなど、海岸線に工場が多く立地する広島港においては数少ない浸水性のある地区である。二の島に旅客船が発着する家下、八字田地区の三橋及び長谷地区の二の島学園前三橋も港湾区域内となっている。また、三橋は 広島市が管理を受託している。二千十一年三月十八日、港をアシストして、広島港宇治名旅客ターミナル、広島港公園、宇治名鳩場公園、広島海の駅、吉島海の駅が仮登録され、二千十二年十一月十日に本登録された。また、瀬戸内、シーラインの江田島、キレクシー機、フェリー定期便を利用し、広島港、 宇じな、えたじれ串、広島港、宇品を乗船したまま往復する、広島湾をお散歩クルーズや、二の島基線の二の島駅きフェリー定期便を利用し、広島港、宇品二ノ島広島の宇品を乗船したまま往復する、二の島クルーズといった企画がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。